ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。うわ、女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつぁん。よっ、あの吉太郎、日本一。ちょますみ、紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。生きがるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。ドラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？我慢もんか。大丈夫か、マスミ。紙吹雪は心配するな。明
トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも、絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくれ。父さん、父さん、20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くかなあ。イチなら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。沈下すなんかにな。ついてくるな。待ち上がれ。いい加減にしろ。
まあこんなもんだぜ。パイセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のヨシミだろ。それにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせに。やおーマリオ、こっちさてどうしたもんかねえ。俺の番だな。その程度か。ほらほら、よし行こう。回復だ。よし行くぞ。ビビってんのか。どうだ、俺の番だな。強くなった気がするぜ。一番の兄貴、大丈夫っすか？おう、水、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪知恵だけはたけてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ。一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を。そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。わかりました。の、そうだ、ミツ。ここ、どうなってる？メリケンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、炭鉱部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ、紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形できたのによ。やってる場合っすか、兄貴。あ、こっちの方も届けて、ぶつけ触るんです。すいません。